はい、皆さんこんばんは。スピームのダイダロスです。今日はカスタムマッチということで、うちのメンバーとか、あと今ライゾーさん来てますけど、いろいろ呼んでます。ちょっともうちょっと待ってみましょうか。一位のみか。ね。ジアンさん。とりあえず一回始めましょうかね。フェアボールやったから、ゾーンパラダイスできますか。で、カスタムマッチは一回パーティーを組んだ後にスタートすると、さっき言った3人が一緒のチームでできるっていう感じになります。カスタムじゃないとね、パラダイスが出てこないっていうね。今日金曜日なんでね、絶賛酔っ払ってます。こうやってさっきから人がね集まってくる。瞬時が来ない。あ、来た来た来た。そう、こういう感じで3人が集まるんですよ。ただ敵が来ないっていうね。来てくれりゃいいんだけどね。この状態で入ってくるともう敵になっちゃうんですよ。さっき招待した人もね、手に入った状態でスタートするとその人は味方なんだけど。オーロクサ来た。うちのメンバーですね。誰か来ねえかな。カイチン来てほしいな。どうせならね、みんないっぱい来てほしいな。これだとロックさん一人になっちまうな。バトルに切り替えるね。ちょっとこれで一回様子見ます。出るんですけど、走らずね、止まってると、どこにいるかって大体わかるんですよ。あんまり遠くじゃ聞こえないけどね。
アリサがアサルトライフル使ってて受けるの。全員クランメンバー、わやべ。全員クランメンバーのバトルっていうのが久しぶりだね。全然ダメじゃない。このシュンさんはね、新しいメンバーですね。一番最後に入った16人目の SPO の人です。煙が出てる。わわわ、この操作が指が変なとこ行っちゃうんだけどね。変になっちゃうんだよ。やられてんな。イヤホンで聞くと多分分かると思うんだよね。ねえ、いたねえのね。シューティングだね、今のね。全然ダメだね。やっぱ3の時に比べてクランの連中とやるのは本当少なくなったかもね。やりたいよね。ちょっと危ね、また上向いた。この階段を駆け上がるのは非常に危険なんだよな。見えてた、今の音が聞こえてたぞ。大事だな。リーコン出たよ。やばい、リーコン行かせない。行かせないよ。やばいな。
テック強えな、やっぱり。Fall back!